ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はリクエストをいただいたラバーズトロフィーを考察します。あの奥にあるのって、殺人事件の捜査に使われる地図ですかね。ろくでなし二人が主人公に近づいてくるんだよね。まあ、危険な二人なんでしょうね。早速やってみよう。私がベッドで目を覚ますと、昨夜の記憶がなくなっていた。くそ、自分の名前さえ思い出せない。二日酔いの状態で思い出そうとしたけど、全然無視。私は自分の名前を大声で言った。これまでずっと聞いてきたにもかかわらず、唇には異質な響きがある。私はモーテルのシーツから頭をこすりながら起き上がった。シャワーを浴びた方がいいわね、少し匂うわ。私はシャワーに向かった。このモーテルではすっかり顔なじみだ。私は最近運が悪い、今日がここで過ごす最後の夜だ。私の所持金はあと数ドルしかない。私はモーテルのシャワーから水を出し、体を洗い始めた。ここからは性別と身体的特徴を決めるシーンなのでカットします。シャワーを浴びた後、窓辺に移動し、街を覗いた。私は今日が人生を変える日だと決心した。どこへ行こうかしら？公園かガソリンスタンドだね。仕事を探すのならガソリンスタンドですかね。私はお菓子を求めてガソリンスタンドに向かった。最後の数ドルを使うのもいいかもしれない。モーテルを出て、通りを渡って下っていくと、リトルロックという小さな町に人が少ないことに気づいた。ここはリトルロックのガソリンスタンド兼コンビニエンスストアだ。おそらくこの場所は、常に最新のものがある唯一の場所。主に貪欲な企業のおかげでね。そして、私たちには食料品店がない。子供の頃ここに住んでいたけど、久しぶりに来たわね。くそ、何がどこにあるのかわからない。たくさんの新しいブランド、新しい照明。店員さえも新しい。たくさんのブランドやお菓子が目に留まり、何を買えばいいのかわからなかった。あるブランドのロリポップが目を引いた。私は箱を手に取り、飲み物の方向に向かった。ガソリンスタンドの方に入ると、ビールクーラーにかなりの巨漢がいた。彼は大きくて、この距離からでもそびえ立っているように見える。彼は振り向いた。持っているビールケースが小さく見える。彼の顔は赤く、すでに酔っていた。二人とも瞬きをした。ああ、いやあ。彼は私に少し驚いたようだけど、それでも幸せそうだった。この辺りじゃ見かけないね、君の名前は？妙なことにペットの名前を聞く調子で聞かれた、私は彼に対して。うちき、幸せ、驚きだね。すでに酔っているようですし、テンションを合わせますか。どうも、私の名前はでんでん虫よ。彼はとてもいい人に見える。彼の笑顔でほのぼのとした気持ちになった。なんだか彼の笑顔がさらに明るくなったように見える。はじめましてでんでん虫、俺はジャックだ。すごく可愛い名前だね。私は彼のことを知らないけど、彼はとても親切だ。彼はチェックアウトラインに向かおうとして、私の方を向いた。彼は私に興味を持っているような視線で私を見た。私に話しかける前に何かを決めているらしい。私はこのタイミングで彼の後ろに並んだ。彼はカウンターに向かった。さあ、このビールと、君が望むものを買おう。彼は顔を紅潮させながら私を見つめ微笑んだ。正直かなり驚いた。気が大きくなってるのかな？主人公が持っているものを見て大した額じゃないと判断したのかもしれません。選択肢は感心するか驚くだね。驚きはしますが、どちらかというと感心ですかね。ありがとう、本当に助かるわ。私のポケットには 1.5 ドルしか入っていない。大丈夫、困っている時はお互い様さ。彼は嬉しそうに札束をカウンターの上に置いた。その場にいた全員が驚いている。彼は出て行く前に小さく手を振り、チップを入れる瓶に紙幣を数枚詰め込んだ。顔を上げて、きっとうまくいくよ。すごい安心感だった。私はお菓子をチェックしながら、まだこの状況に夢中になっていた。ガソリンスタンドの店員は私の間抜けな顔に動揺していた。彼が私に買い物袋を渡すと、私は興奮しながら自分のお菓子を眺めた。もしかしたら、この状況は悪くないかもしれない。ありがとう。私はガソリンスタンドから出た。お菓子をどこで楽しもうかしら？ BGM の感じが変わったね。そろそろ何か起こりそうですね。選択肢は公園かモーテルに戻るだね。公園だと人がいなくなったタイミングで襲われそうですね。モーテルなら受付の人ぐらいはいるよね。私はカビとゴキブリまみれのモーテルの部屋に戻りお菓子を食べることにした。ロビーを抜け、非常階段を登って部屋に向かう。中に入り、ベッドに戻った。今夜はどこで寝ようかしら？私は手に持った安っぽいふざけた袋に尋ねた。私はモーテルで残りの時間をどう過ごすか考えた。
お菓子を食べたり、ソーダを飲んだりしている間、誰かに監視されているような気がしてならなかった。ドアを見つめていると、背筋がゾクゾクするのを感じた。何これ？誰かが入ってこようとしているの？お菓子を落としてしまった。早く決断する必要がある。何をすればいいかわからなかったけど、隠れることを選んだ。私はなんとかベッドの下に滑り込み、見つからないように奥の方に移動した。なんとか間に合った。ドアが開くと、私は恐怖で震えた。でんでん虫、約束するよ。君を傷つけに来たわけじゃないんだ。君を守りたいんだ。彼はバスルームに向かい、ドアを開けて中を覗いた。私はドアに向かって走り出すことにした。休憩をとっていたベッドの下から這い出た。彼は気づき、私の腕を激しく掴んだ。鉄に挟まれたようだった。どこへ行くんだい？こんな状況じゃなければ慰められるような笑い声だ。彼は大きい、私の背中に抱きつきながら何かを私の口に持ってきた。臭かった。臭。暗闇の中で自分の状況を理解できなかった。何かが起きている。臓器を闇市場で売られるの？それとも誰かの昼食にされるの？様々な思考が頭を駆け巡って、目を開けるのが難しい。ここはどこ？目を開けていられない、とても疲れているのね。まぶたがとても重く感じる。目を緊張させて、なんとか開けたままにした。何これ？私は見慣れない寝室にいた。ここの匂いは、意外と悪くなかった。私は移動しようとした。でも私の手はダクトテープで固定されていた。どうやって後始末をしたんだろう？お金の力で黙らせた可能性がありますね。あんな直接的な方法を取ってくるとは。選択肢は助けを求めて叫ぶ、抜け出そうとする、何もしないですね。体力は温存しておいた方がいいよね。私は戦略的に考え、じっとしていることにした。足音が聞こえた。ドアが開き、誰かが入ってきた。やあ、目を覚ましたんだね。この男は、ガソリンスタンドの、ちょっと心配だったけど、よかった。彼は食べ物の入った皿を持っていた。君は勇敢なんだね。私は唾を飲んだ。俺は君が好きだ。そんな、彼は私の前にしゃがみ込んだ。それでも彼は大きい。何が目的なんだろう？守りたいと言っていたので、養いたいのでは？気になるのが、ジャックがお金持ちに見えないんだよね。この部屋を見てもそうですね。広さはわかりませんが。普通じゃない方法で稼いでるとか？スナックムービーじゃないことを祈りましょう。まあ、誘拐する時点でまともではないけど。今のところ、何をしようとしているのか全くわかりませんね。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。